桃の節句を前に唐津市で江戸時代から地域に残るひな人形を紹介する唐津のひな遊びが始まりました。唐津のひな遊びは江戸時代から地域に残る貴重なひな人形を守り受け継いでいこうと始まったもので、今年で25回目です。唐津市内6つの会場のうち、旧大島邸では全国でも数少ないおよそ400年前の寛永雛と、東の木屋が所有する京都の職人が手掛けた御殿雛が飾られています。また唐津市の鏡公民館では創作人形など多彩なひな人形が楽しめます。素敵でね、良かったと思いました。ああいいなと思って来て良かったと思いました。なんか感激しますね、普段ほら見ないからですね。はい、素敵だなと思います。伝統文化に触れながら街歩きを楽しむ唐津のひな遊びは来月10日まで開かれています。